しお互いうつむいたまま誰かにメールを打つ二人せっかく一緒にいるのに変だよね一緒にいるのに変だよね家に帰ってきたのにお父さんお客からの電話に頭を下げメールの返信に追われる娘は食事中も左手に携帯変だよね一緒にいるのに変だよねだよねだよね自由なんてどこにもないでも僕らは逃げられないそれは目には見えないけど奴隷の鎖のよう隙間なく埋められる毎日心はすさんでゆくばかり夜空の星を眺めたのはいつかも思い出せないなんて変だよね思い出せないなんて変だよね変だよね変だよね思い出せない